どうもフルゼロと申します。本日はバロックワークスオフィサーエージェントミスゴールデンウィーク使っていこうかなと思います。まあ理由は特にないんですけれども、久しぶりにちょっと使っていこうかなっていうことでやっていこうかなと思います。まあこのキャラクターはなんといってもスキルが両方強いっていうことで、まあ今はちょっとスキル2だけが強いって言い方になるんですけれどもね、スキル1は敵に和み状態を付与するということで敵は攻撃できなくなります。ベックマンの威圧効果と一緒ですね。あれと同じように敵は攻撃できなくなるっていうような、そういった効果がつきます。でこっちのスキル2が無敵時間を8秒間付与することができるということで、七武海つけてるとねもっと長くなったりするんですけれども、今回サポートの編成上ちょっと作れないということで、まあ王か七武海なしでやっていこうかなと思います。であとはまあデバフ効果があったりだとか、通常攻撃でね、まあダッシュ速度増加があったりだとか、移動速度増加があったりみたいな、まあ本当に旗ダッシュに特化したキャラクターにはなってるんですけれども、まあ今の環境はねやっぱりその敵を倒す能力もやっぱり絶対に欲しいみたいな風にはなっちゃってるんで、まあブルーンドとかは別ですけれども、まあちょっとね、まあ強いけど点々点っていうような、そんなキャラになってんのかなっていう風に思います。まあでも普通に輝ける場面は全然あると思うんでね、今回はやっていこうかなと思います。それでは早速見ていきましょうか。どうぞ。なんかこの持ち方だとなんか相手の顔面にこの絵の具のやつぶちまけるみたいな、そんな風に感じるんですけど、あ、でもこんな持ち方か。はい、じゃあね、今回はミスゴールデンウィーク使っても、裏取り注意、初手裏取り注意か。多分ね、どうしよう。まあやっていきましょうかね。ミスゴールデンウィーク使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。ということで、ロジャー船長に混ざってですね、やっていきましょうか。じゃあ私、B 地点の方を取らせてもらいましょうかね。まあとりあえずゴールデンウィークはスキルに、で、無敵時間ついたりするんで、それをうまく使って戦っていくみたいな、そんなキャラになっているんですけれども、じゃあとりあえず自分 E 地点の方行って、無敵スキルの強さというものをお見せできたらなと思うんですけれども、E 地点の方飛んでくんのかな、大丈夫かな。でも、感じでずっといないんだったらスキルに使って、はいはいはい、無敵時間付与しながら握ることができますと。今気づいたとしてもね、こんな風に無敵時間あるんでしっかりと取り切れるということで、素晴らしい。一発二発の三発。3? あー、まあ、下のリーグ帯っていうのもあんのかな。じゃあ、あとは砂嵐にやってもらいましょうか。はい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 。あー、逃げたな。いった。あー、マジかよ。ちょっと待ってよ。じゃあ砂嵐の中でスキルに使っといて。はははは。じゃあここスキル1当てといて、一発二発の三発。いや、結構防御力仕上がってないから火力入ってね。一発、一発、あ、ブーストは効いてない。どうしよう、これガンマナイフ。うわ、ちょっとその、ミセプみたいなやめようよ。いやー、おっちゃん、ちょっとさ、やめようよ。待て、待て、落ち着け。それは、世間から見たら、ネット炎上するよ。一発。一発、はい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 、こっちの方が光説あるからね。いいね。延長線上をぶっ殺しながら、ああ、失礼。じゃあ、E 地点の方取っといて、ここは取り切れるね。で、1番さんがまだ耐えてるか。マジか。いや、こんな痛い気な少女を殴ってはいけない。いや、なん、おい、なんだよ、これ。ちょっと、痛い。ちょっと待ってよ。いや、おかしい。いろいろとおかしい気する。ジャスト回避。いやー、これ負けたか?いや、そうだよな。ジャスト回避、ここスキル1。いや、奥取れんか。まあ、しゃあねえわ。はい、じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車スリラーバークステージですね。まあ、さっきのはもうちょっとしゃあないということでね、切り替えてやっていきましょうか。とりあえず、奥の方に行っといてって感じかな。はいはいはい、ゾロくん待っててね。ジャスト回避、一発からのここスキルに打っといて、で、私これとりあえずスキル1打っちゃいますよ。で、握ったら攻撃できませんということで、これがやっぱ強いんですよね。昔も今もそうですけれど。おっと、今回は私が、あれかな?あー、一発、はいはい、あー、ごめんなさい。ごめん、痛い。いや、甘いね。ちょっとね、やばいかな。残り2秒ですよ。これ勝てる?ああ。いいね。ありがとうございました。いや、はい、じゃあね、3戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はまたまたスリラーバークステージですね。まあやっぱりアタッカー相手には結構強いんじゃないかなって思ったりはしてるんですけれども、まあ守りとかはそんなに強くないんでね、あの敵虫ダッシュっていうやからが登場したんで、そこはご了承くださいということで、おー、ロジャー船長果敢に攻めるね。
ならば私はどうしよう、なんかこっちにガンマナイフ来そうなんだよな。あー撃たないか。だったらここ取り終わりスキル位置当てといて、はい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 、守らなくていいかな。 HC の方行っちゃいましょうか。はい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 、ゴー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 、タッチアップ。じゃあとりあえずここ A の方握りまして、攻撃開始っていう音声聞こえたら、スキルに打っちゃいましょうか。ここら辺で、スキルに使っといて、で、ここで握ると多分セラフィムが来ても、はい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 、はい。幼女には幼女でございますよ。粉砕極砕。痛い痛い痛い。絶対このキャラに使う言葉じゃないけど。よし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 。しのいだね。じゃあ H 点の方そのまま貯めときましょうかね。そんなに敵も来ないんじゃないかな、この位置だったら。クラッカーがやられた時に来るかな、ぐらいかな。それまでちょっとゲージ貯めといて。で、セラフィムが来たらバトンタッチするっていう風にしていきましょうか。まあ、今の環境でもね、刺さる敵には刺さるというか、まあ、活躍する場面はあったりするのかなって思ってはいるんですけれども、まあ、やっぱりね、耐久力だとか火力とかが求められているのが今のゲッターだと思うんで、初手バジュラングはやめてね。あぶねえ。まあ、別に、初手バジュラングでもよかったんですけれどもね、一発、はいはい、じゃあスキル1、一発二発の三発、はい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 、いなしていきますよ。ルフィを、女の子には、優しくするもんだぜ。ジャスト回避、一発、痛いな、痛いな。おー、ありがとう。ちょっと待てよ。ちょっと待て、怖い。ん？ん？落ちたか？どうなってんの？これは一体どういう状況だって感じなんですが、マジでどうなってんだ？上に行ったのか？ルフィよ、それはちょっと良くないんじゃないか？じゃあ C1 点の方行こうかな。よいしょ！オッケー！通常合わせしときの、C1 点の方行っといて、ジャスト回避。これ取れるな！無理か？あ、無理だ。うわぁ。なんか重いよね。いや、これ守った方がいいな。誰がいる？セラフィムでしょ？セラフィム相手なら守れると思うんで、はい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 、じゃあこっちの方行っといて、夢の虹色使っといて、はいはいはい、一発二発、ここスキル1、ジャスト回避、一発二発、一発二発の三発、はい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 、ジャスト回避は無理、一発二発の三発、ナイスケオ。いや、あとは、守ったらいけるでしょう。あ、え？あ、うわあ、さすがロジャー船長、素晴らしいね、ありがとうございました。はい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャーマリンフォードステージですね。お相手さんロジャーにルフィにゾロに親父か、結構大変そうな気しますけれどもね。こういうのは1戦目の時みたいになりそうだから守り気味の方がいいのかな。でもあんまり守れないんですよね、敵虫ダッシュキャラがいると。まあいいや、やっていきましょうかね。じゃあゾロとかと一緒に真ん中かな、フォーメーションブルゾンチエミでいきましょう。真ん中の方はナイス。じゃあちょっと B 地点の方行こうかな。あ、ちょっと待てよ。おー、そうか。じゃあここでスキルに使っといて握っときまして、こことりあえずダッシュしといて、はい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 、使ってみな。おー、ラッキー。じゃあ D 地点の方そのまま取っちゃいましょうかね。はいはいはい、多分間に合う。で、その後は知らないけど、いや、50% 引くな。あぶねえ。一発からのスキル1。はい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 。で、ここで無敵スキル使っといて、親父を甘いんじゃないか。よし。地獄の果てまで追いかけるぜ。一発二発の三発。おぉ、危ねえ。いやー、やばいな。そうなるんだよな。やっぱりこうなるのは分かってたんだけど、これはもうあえて食らいます。で、無敵スキル。うわ、余計。あれ？気絶短縮入れてんだけどな。なんで間に合ってないんだろう。じゃあここでスキルに使っときまして、スキル1当てときまして、で B1 チェーンを、取っちゃいまして、でその後に、やられましてって感じか。なったもん、またかね。ホビーなんですよ私。ちょっとで、ナイス。はいはいはい、じゃあ B1 チェーンの方行っといて、はい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 。まあ和みの相方としてはやっぱりコビーが一番なんか似合ってんのかなと。昔はやっぱなごみコビーみたいなパーティーが刺さりましたからね。刺さったというか人気でしたからね。はいはい、じゃあここでそこまでだ打っといて、はい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 。裏はロジャー船長か。じゃあここで顔面パンチ食らわせといて、ここ取り切りましょうかね。なごみちゃんで取れなかったところをコビーで取っていくということで、素晴らしい連携だ。
でお肉は渡さねえよということで、はいはい、あーごめん、あー違う、なごみちゃんじゃないんだ。あーまあでもいい感じに打てたかもしれないね。ありがとうありがとう。じゃあ私は果敢に攻めていきますよ。はいはいはい、どうする。一発ジャスト、おお間に合わなかったか。あーどうしよう。それは避けといて、でここでどこ打ってた、やばいやばい、待てよ。ここでそこまでで打っといて、ゴー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  D1 でいこう。 D はね多分取れると思う。よしよしよし、いいぞいいぞ。でここ取っときまして、ジャスト回避一発二発、ここスキル1、はい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 、でここでそこまでだ打っといて、一発二発の三発、ジャスト回避一発二発の三発、はいはいはい、あーあー待て、いやーマジか、やろ射精はしんどいよ。いやでもワンチャン。ありがとうございました。おいおいどんまいって、ちょっと